どうも、オーリミテッド、サトミズです。ドラマッシュ25周年、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。25周年ですよ。すごいですね。四半世紀、そんなキャリア長いんだっていう。売れるの早すぎなんですよ、ね、早いよね。10年でね。そうだね。まあ、だから25周年って聞くと、うん、もう超大御所の感じしちゃうけど、うん、意外と若いですからね、うん、はい。まあ、ドラマッシュエピソードなんかありますか？俺はありますね。ありますよね、皆さん。それこそ、うん、あのコロナ禍入る前の最後のライブ、はい、始まざが最後なんだけど、その前がドラゴンとのミステリーザードの対話だったじゃないですか、うん、であの時も打ち上げして、うん、めっちゃ楽しくて、うん、もういいみんなのキャラも知れたじゃん、はいはいはい、で俺ケンジさんが、うん、お酒があんま強くないの知らなくて、はいはいはい、でサクさんにケンジお酒弱いよみたいなので、うん、そんな人が煽ってきたら、うん、それは飲むじゃないですか、まあそうだね、最後にじゃあ閉まる前に、うん、じゃあ公園一気するぞみたいな、うん、で2人で嬉しそうだこう一気したんですよ、うん、ボーンって置きました、うん、チラッと見ました、うん、ちょい残し、あれあの KJ がちょい残しない、これ二度見していやこれはどうしようかなと思って、バンドの打ち上げにおけるもうご飯とみたいな、俺自分で言うのもあれだったから、うん、一旦隣にいたサクさんに、うん、サクさんこれってっつったら、うん、ケンジこれはアウトだねって言ってもう一杯言ってましたから一番最初に会ったのは俺ら多分こう絶対ドラゴンのメンバー覚えてないと思うんですけど、マットーリーの新木場スタジオコーストで終わった後、まあ僕らステージも違ったしほとんど絡みもなかったんですけど、挨拶をしたいと思ってこう待ってたんですけど、もう KJ の挨拶待ちの列みたいなのができてて、バンドマンのなんかこうやってらんねえなと思ってまあいいかと思って今朝しなくて、その時刑事の息子さん来てて、うん、もうすげえイケメンだなと思って、息子にもなんか敬語でしゃべっちゃったね、かなりのぐらいお疲れ様ですってなっちゃうね。スタジオだったらもうなんかサクさんがもう喋りがうますぎ、はいはい、あの仕切るのあるじゃん、はいはいはい、あの人数の中で、うん、大爆笑を取って、あもうそりゃそうです、なんか俺この人みたいになりてる大阪でね僕らの対バンで出ていただいた時に、うん、1曲目にスコールやってくれたんですよ、ですね、カバーを。しかも、まあ僕、ドラゴンだからリハから見るじゃないですか。うん、で、1曲目のリハやってて、わざわざ違う曲リハするんですよ。俺らにバレないように。で、俺も、あ、この曲から始まるんだ、意外だなと思ってて、で、本番始まって、曲始まった時に、全然違うことやってるから、ミスったあれみたいな、そう、何これと思ったら、急にスコール始まって、あれは嬉しかったですね。自分が書いた歌詞を、ケージが歌ってるっていうのと。で、その流れもあって、ドラゴンに呼び返していただいたときに1曲目俺らアイスのカバーしたんですよ、うん、そんなねカバーしたりし合ってる、うん、こんな関係値なのに、うん、トリビュート誘われてません。うわー知ってんだ風の噂ではね、なんかトリビュートを作ってるって聞いたんですけど、アイスマンならすぐできるんですよ。勝手にやるしかない。誘われてないなぁ。欲しいな、欲しいなと思いつつも、あれでもね、まあいいや。質問、なんだろうな、まあ、25年もやってるんでね、うん、次、じゃあ新メンバーを増やすとしたら、誰でも入れれるとしたらね、確かにもうスカウトできる、うん、もうどの球団でもいいですよ球団でも若手がいいかな、あ、うん、でも俺らぐらいの世代で、まあ、ドラゴンより下だったらってこと、まあそうだね、うん、レジェンド枠とかなしで、今現存の若手で誰かメンバーに誰でも迎えられるとしたら誰がいいですかっていう、うん、誰かな、うん、まあ、プレイヤーでも、ボーカルでも、もちろんダンサーでも、うん、DJ でも、DJ いるわ、ダブル DJ でも、まあ、ドラムでもいいかも、ダブル、ダブル、ツインドラム、うん、パーカッションとかね、合いそうですね。スカパラ寄りになってた。確かに、ね。ホーンでもいいし。ってなると結構夢膨らむな。はい。鍵盤とか意外とあないじゃん、そもそも。確かに。でもあの新しい方で言うから、鍵盤。あ、そうかそうかそうか。意外とやりたいことやれてるからね。ムカつくな、こいつ。あいつらも意外とやりたいことできてるから。こいつ意外とってなんなん。ロマッシュは25年間もずっと最前線で走り続けてて。しかもこう、なんだろうな、僕らが思い描くかっこいいバンドマン像というか、そこにこう居続けてくれて、
いつだって変わらないドラゴンアッシュ、本当に心から尊敬してるし、いつも仲良くしてくれて本当に嬉しく思ってます。はい、まあ、25周年なんで今後30年、40年と続いていくと思うんですけど、そういう時もこうやって僕らね、なんか関わらせてもらって仲良くしてもらえたら嬉しいなと思っております。以上、フォーリミテッド佐々木でした。すいません、大至急トリビュートのあの案件はね、はい、お誘い周りがなんかね、いやそれは本当申し訳なかった。いやちょっとね、あの気使っちゃって順番もね、そうそうそう、なんかね、いろいろね、そのすぐ今日オファー行くと思います、はい、今日の今日行きますからね。まあ源ちゃん、あの年下ですけどね、意地悪だし賢いし音楽好きだし、もう大リスペクト俺らはみんなしてます、ね、番組やってるし、はい、公平ね、うん、一回だって俺もあいつ呼び出されて、佐久さんちょっと一緒に飲んでもらっていいですかって言われて、どうしたのって言ったら、僕今悩んでてみたいな、どうしたのバンドうまくいってないのって言ったら、俺佐久さんみたいな人になりたいですよねって。そうだね、お前どういうことそれ。いやだから打ち上げの父としての側面でしょ、ドラマーじゃなくて、うん、面白いしバンドもこうバリバリやってるしみたいな、なんかこうテレビとかああいうところでも仕切りがうまいしみたいなこと言われて、いや俺もほんと真剣に佐久さん見せてすごいなって思うんすよって言ってきて、どこ学んでるお前、うん、お前どこな学んでんのそれって言って、俺別にまあナチュラルでやってるから、お前もなんか自然にそういうことをあの発信すればいいんじゃないのって言ったら、そうなんすかねとかすごい真面目に言われて、その真面目さがいらねえんだよって思ったんですけど。もし新メンバーを誰でも迎え、じゃあクロスフェイステル、はい、あテル入れましょう。まあ今多分時間しかないんでちょっと細かくは言えないですけど、うん、ボッツ君ともうむちゃくちゃ熱いエピソードが、ね、あの俺たちの中で、俺たちの中でっていうか、そのラウドバンドマン、うん、まあ、みんな知ってるエピソードがあって、うん、とてもロマンチックなエピソードなんで、そうっすね、あのターンテーブルいじってるわけじゃないから、うん、多分マニピュとしても2人、うん、ね、あの生と同みたいな感じで、うん、成立するかなと思って、まああとすごく暇だと思うんなんてか知らないけどね、はい、テル一択です。あ、テル一択っす。今思いついたのは、ね、テル一択、確かに、うん、バンドの総意でもうそれはテル一択です、ね、ちょっとこいちゃんはうるさくなっちゃう。確かに、そしたらあの PC の管理とかも全部ね、まあ、できるし、できるしね、なんかその違うことできるから2人が、うん、違う音とか飛ばしてくるからね、あいつはちゃんとね、うん、あれは騒がしくはなりますよ、もちろんそれはもう、ボツ君の横とかに行ってこうやってるそれを耐えられるかどうかですよ、ボツ君が。いやもう言えないんですけどね、とっても素敵なエピソードなんですよ、はい。